どうも、俺です、ここはですね、またJリーグ、J どこですか、O1ですか、の話しましょうか。今回ですね、J リーグ J1、現在、10位、東京ヴェルディ、今年昇格してきたチームですね。よく頑張ってますね。で今のところこのままいくと、まず残留は確定と、降格候補だったんですけどね。ジョークのもと、よく頑張ってますよね。ただ、悲しいお知らせをしなければいけません。どういうことかというと、今シーズンは間違いなくね、この残留できると思うんですよ。で、もちろん今シーズンの目的は残留することだったと思うんですね。で、今後の東京ヴェルディの目標は、チームが J1 に定着することが目標だと思うんですよね。ただ、今シーズンのこの戦い方とかメンツ見てると、ほぼほぼ若手とレンタル選手だけなんですよ。で、もちろん外国人を買う金はないし、まあ、いるけど、まあ、大した、まあ、マテウスぐらいかな、活躍してんのは。そんな補強もできないしね。で、レンタルだけで言うと、木村でしょ、山田風紀でしょ、で、松村でしょ、あと誰、あ、染野、林、レンタル選手ばっかなんだよね。で、もちろん、毎年さ、レンタルするわけにいかないし、いつかは返さなきゃいけないしってことになってくるし、で、買い取りには金もいるしってなってくると、チーム力を安定させることはできないんだよね。で、これが仮に全員がレンタル元に変えるとかなっちゃうと、もうチーム力が一気にガタ落ちになるんだよね。ってことを考えたときに、やはり今の東京ヴェルディの資金力、チーム力ではチームを安定して勝つことは難しいんだよね。今シーズンはそのレンタル選手が当たったからね、ヒットしたからね、なんとかなったけど、ちょっともうそれはいつまでも続かないからっていう感じなんで、まあ、何が言いたいかっていうと、今年は残留できましたと、おめでとうございますと、目標達成しましたよねって、っていうことなんだけど、それはもう来年は無理だぜって、来年はお前たちまだ J2、 そして最悪 J3、 JFL まで行っちゃうよって、っていうことを伝えたい。でもこればっかり金だから、世の中って金ないチームが勝ち上がることは不可能だからさ、選手をずっと維持できないからね。っていう感じなんで、まあ、ジョークもね、まあ、いつかはもう結構いい年ですから、終わりますからね。はい。っていう感じなんで、ちょっと東京ヴェルディサポにはね、申し訳ないんだけど、やっぱ現実伝えていかないといけないしね。まあ、東京ヴェルディって言いながら、東京のどこなんって言われても分かんないよね。港区って言われたら分かるんだけど、港区じゃないしね、23区じゃないしね、どう考えても。なのに東京語るみたいなさ、よく分かんないよね。っていう感じなんで、今多分 J1 から昇格してね、今年も J1、残留もできそうだし、舞い上がってると思うんだけど、舞い上がるのもいい加減してくれよって。来年 J2 降格だぜっていうことを伝えたい。